天球史を離れたテレサ一行は、人型ロボットの脳内情報をもとにキアナの行方を追おうとしていた。しかしその矢先、ネゲントロピーの係屋から通信が入る。ネゲントロピーの所有するデザイアジェムを移送するため、係屋がハイペリオンに協力を要請してきたのだ。だがその通信中に死んだはずのハイヘビが人型ロボットを介し、ハイペリオンのシステムを掌握してしまう。ハイヘビによる混乱は収束するものの、人型ロボットは再び昏睡状態へと陥り、一行を悩ませていた。よし、人型ロボットとハイペリオンのメインシステム、この2つのリンクは切断できたよ。けど今は必要な設備が揃っていない。彼女を再び目覚めさせるにはネゲントロピーの本部まで行くしかなさそうだ。でも係屋はどうするの？彼女の話だと天命がデザイアジェムを奪うために多くの部隊を出撃させてるのよ。きっと今も切迫しているわ。支援が必要よ。それにもしデザイアジェムが天命に奪われたら大変なことになるわ。うん、そうだね。実はさっきテレサさんとこの件について話し合ったんだ。それで現状に沿ったプランを2つ考えた。一つは係屋の支援要請を無視してこのままネゲントロピー本部に戻り人型ロボットを修復する。デザイアジムについては諦めてキアナの行方を最優先にするんだ。全員が共に行動することでリスクを最小限に抑えることができる。ただしこのプランだとデザイアジムは奪われる。そして係屋とその部隊もおそらく。正直長い目で見たらこの案は有用とは言えないかもしれない。ではもう一つのプランとは一体どんな内容なのですか？僕たちがそれぞれ別行動を取るんだ。2グループに分かれてネゲントロピー本部と係屋のいる場所に向かう。運が良ければ両方うまくいくだろう。もちろん括弧撃破されて全てを失うリスクもあるけどね。つまりプラン1だと安全性が高い反面デザイアジェムと係屋を犠牲にしてしまう。プラン2だと危険性は高いが長い目で見るとメリットがある。どちらにしても一か八かだね。はあ、厄介ね。どちらのプランがいいか公平に投票で決めようと思う。みんなよく考えてくれ。5分後に投票を始めよう。艦長と一緒にいると安心します。艦長、次の目標は何ですか？了解です、艦長。ちょっと不安かも。了解です、艦長。人型ロボットとデザイアジェム、どちらも失うことはできないわ。難しい選択ね。メイ、あなたはどう思う？本音を言うと、犠牲を考えなくてもいいのなら、キアナちゃんの行方を探したいと思っています。もう、あれから4ヶ月も経ちましたから。キアナちゃんが心配です。私も同じよ。それに、みんなを危険にさらすわけにもいかないわ。プラン1を選ぶしかなさそうね。艦長、次の目標は何ですか？はあ、テスラさんはどう思いますか？悩んでるわ。ボサ頭の言う通り、別行動は全てを失うリスクがあるわ。けど係屋をほっとくのも何か違う気がするのよね。彼女がどうなろうが知ったこっちゃないけど、彼女が手にしている機構部隊はネゲントロピーの大事な資源だし、相当のお金をかけて作ったものだからね。あれほどの兵力を一気に失うなんて損失が大きすぎるわ。それに係屋はあの子のお母さんでしょ？
ブローニャちゃん。あのメギツネにはこれっぽっちも好感なんて持ってないし、むしろ嫌ってるけど、あの子は違うでしょ。ああ、もうどうすればいいの？ちょっと不安かも。アインシュタインさん、あなたはどう考えているのですか？僕はプラン1を選ぶよ。キアナは計画の核心で、オットーが最も重要視しているからね。彼女の行方を最優先にすべきだと考えてる。それにカカリアは信用するに値しない人物だ。これに関しては君が一番よくわかっているか。君の父親を陥れ、君を律者に改造した人物があのカカリアなのだからね。はい、あの人がしたことは決して忘れません。ただ正直に言うとプラン1も完璧とは言えないんだ。オットーより先にキアナにたどり着けるかどうか、人型ロボットの中にある情報がどれぐらい役に立つのか、不確定要素が多すぎるからね。艦長、起きて、元気出してください。ちょっと不安かも。ブローニャちゃんはどうするか決めた？ブローニャはプラン1がより合理的な選択だと思います。でもそしたらお母さんは？カカリアさんを犠牲にするのはブローニャちゃんにとって残酷すぎるわ。もし心に引っかかりがあるのなら、自分の気持ちに正直になってみて。アインシュタインさんも言ってたでしょ、よく考えてって。でもお母様はみんなにひどいことをしました。ブローニャは自分のせいでみんなを危険な目に遭わせたくありません。みんなを信じて。ブローニャちゃんも本心で選ばないと。ブローニャはお母様にもう一度会いたいです。会って確かめたいことがたくさんあります。私もブローニャちゃんと同じよ。決着をつけたいことがたくさん残ってるの。会えないと困るわ。ありがとうございます、メイ姉様。あれ、テスラさんいたんですか？もしかして私たちの会話聞いてました？そんなことしないわよ。盗み聞きなんてするわけないでしょ。もうすぐ時間だからそろそろ戻りなさいって伝えに来ただけ。わかりました、行こう。ブローニャちゃん、バレちゃった。温泉に入りたいわ。了解です、艦長。艦長、次の目標は何ですか？艦長、次の目標は何ですか？みんなもう決めたわよね。じゃあ投票を始めるわ。1、2、3。うん、アインシュタインと私がプラン1、メイとブローニャ、それにテスラがプラン2ね。3対2でプラン2に決定だ。それじゃあここからは別行動ね。テレサさんと話し合った時、プラン2になった場合の組み合わせも考えておいたんだ。テレサさんとブローニャ、そして僕がハイペリオンに乗ってカカリアと合流し、デザイアジムを移送する。テスラとメイがヘリオスに乗ってネゲントロピー本部に向かい、そこで人型ロボットを修復する。全員の状況を見て判断したんだけど、問題ないかな。
問題ないわ。博士と学園長の判断を信じます。ブローニャも意見はありません。意義がないならこれで行こうか。メイ、気をつけて。リタはすでに人型ロボットの脳内から情報を得ているわ。きっとキアナの行方を追っていると思う。鉢合わせする可能性があるわ。はい、わかりました。学園長たちもどうかお気をつけて。ブローニャちゃんもあまり無理しないでね。はい。メイ姉様、ありがとうございます。ヘリオス号は軌道に乗ったわ。いつでも飛べるわよ。では行ってきます。メイ、テスラ、行ってらっしゃい。テレサさん、僕たちもそろそろ出発しよう。起きて。今回の任務は簡単でしたね。次の任務に行きましょう。テレサさん、カカリアとの合流場所まであと15キロのところまで来たよ。ただ通信のジャミングがひどくてカカリアと全く連絡が取れない。ジャミングの原因はわかるかしら。いや、原因が不明なんだけど、近くの島で特殊な崩壊エネルギー反応を検知した。テレサさん、ブローニャと調査をお願いできないかな。もちろん問題ないわ。任せてちょうだい。執行命令なし。ブローニャ、警戒モード目標挟む。えい、ファイヤー。目標挟む。ファイヤー。目標挟む。えい、ファイヤー。目標挟む。えい、ファイヤー。つまんない。システム登録。20体も倒すなんて完敗よ。でもね、負けるのは予想できてたの。だから出発前にケーキは美味しくいただいたよ。なんですって、ずるいわ。子供が2人、どうしてこんなところに。あれはもしかしてロザリアとリリアですか。ん？リリア、見間違いじゃないよね、あの子。うん。ロザリア、この特徴的なドリルはどう見てもブローニャだわ。地形を観察中。
久しぶりです。ロザリア、リリア、大きくなりましたね。ブローニャ姉さんは昔のまま、少しも変わってないね。そうよ、どこも変わっていないわ。ロザリア、そこをあまり触らないでください。どうしてここに？最初、二人だと気づきませんでした。どう？この尻尾、すっごくお気に入りなの。特別に触らせてあげてもいいわ。これはね、お母様が私とリリアにくれたプレゼントなの。ブローニャも欲しいならお母様にお願いしてみるといいわ。ロザリア、本題に入るから少し静かにしてて。ブローニャ姉さんはアインシュタイン博士と一緒に来ているんでしょ？私とロザリアはお母様の指示でお迎えに来たの。連絡が取れなかったからどうしようかと思ってたんだけど、まさかここで会えるなんて思わなかったわ。さあ行きましょう。カカリアお母様に早く顔を見せてあげて。カカリアお母様。ブローニャ？大丈夫です。少し待っていてください。ブローニャの仲間を呼んできます。執行命令なし。ブローニャ、警戒モードに行こう。あの二人とは知り合いなの？はい、ブローニャが孤児院にいた頃の友達で、ロザリアとリリアです。双子の姉妹で、ロザリアが姉、リリアが妹になります。年齢はブローニャより少し下くらいです。友達なのね。よかったわ、仲がいいのね。でもあのピンクの髪の子、ロザリアかしら？彼女の角と尻尾、どう見ても機械じゃないわ。あの質感、崩壊獣のものね。一体どういうことかしら？ブローニャにもわかりません。ブローニャが孤児院を出た時には二人とも普通の子供でした。ロザリア、リリア、あれから一体何があったのでしょう。あの二人、カカリアの部隊の戦士だね。はい、迎えに来たと言っていました。それとあちらもハイペリオンと連絡が取れず、ここでジャミングの原因を探っていたようです。まさかこんな形で会うとは思いませんでした。とにかく無事合流できてよかった。カカリアのところに案内してもらおう。ロザリア、リリア、状況をみんなに説明しました。カカリアお母様のもとに案内をお願いできますか？ええ、でもその前にまずは自己紹介するわね。私はロザリア・アリーン、双子の姉。今は一人前の戦士としてお母様と一緒に行動しているわ。こっちは妹のリリア・アリーン。はじめまして、よろしくお願いします。ロザリアはバカだから何か気に障るようなことをするかもしれません。でもそれはロザリア個人の行動であって、リリアとは関係ないから責めないでください。もう誰がバカですって？さっきの崩壊獣とはあなたたち子供二人だけで戦っていたのかしら？お嬢ちゃん、誰が子供ですって？もう大人、子供扱いすると痛い目に遭うよ。そうよそうよ、私とリリアの体内にはそれぞれ崩壊獣が1体ずつ入っているんだからね。私たちすごいのよ。崩壊獣？はあ、もうロザリア、
また言っちゃいけないことを言った。だ。お母様に言いつける。尻尾を引っ張ってもらうよ。やめて。尻尾はすごく敏感なんだから。ごめんなさい。今のは私たちの秘密なの。聞かなかったことにしてほしい。自己紹介はここまで。案内します。目的地は？開演場です。詳細座標はご存知ですよね。アインシュタイン博士。ああ、知ってる。テレサさん、ひとまずハイペリオンに戻ろう。詳細は後で説明する。これからネゲントロピーが保護している全文明の遺跡、開演場に向かう。話してなくてすまなかった。隠すつもりはなかったんだ。大丈夫よ。こういう遺跡、どこの組織にもあるものだから、言わなくてもわかるわ。それで、どこの島に行くのかしら？いや、にわかには信じがたいかもしれないけど、僕たちの目的地は海の底なんだ。北緯11度 20.9 分、東経142度 11.5 分、海面下6152メートル。ここがネゲントロピーが発見した全文明の遺跡、開演場デモアナキノだ。指示を。任務完了。待機モードに移行。いくつか見てきたけど、こんな綺麗に残っているところを見たのは初めて。海底で眠っていたおかげだね。ここ数ヶ月、天命はデザイアジェムを探して世界各地のネゲントロピー支部に攻撃を仕掛けてきた。デザイアジェムを守りながら大勢の敵に追われたお母様はここに隠れるしかなかったの。一箇所に留まるのはあまり得策とは言えないわね。天命の偵察部隊ならいずれここに気づくはずよ。いや、もうすでに気づいているみたいだ。開演場で大規模な戦闘反応を捕捉した。戦術機構とバルキリー部隊が交戦中だ。そんな、出てきた時は何もなかったのに。お母様を助けないと。総員、戦闘準備。飛行部隊に協力してバルキリーを撃退するわよ。ハイド&シーク。つまんない。退散しなさい。しました。ドローン、目的地に到着しました。ファイヤー、目標
撤退を開始しました。追撃はなしだ。それよりも、もっと大事なことがある。早くカカリアの元へ急ごう。あら、お気遣い感謝するわ、博士。待っていたわ、アインシュタイン。それから、ハイペリオンの皆さん。待っていたわ、アインシュタイン博士。そしてハイペリオンの皆さん。ご協力心から感謝するわ。思ってもないことは言わなくていいよ、カカリアさん。それよりも本題に入らせてもらう。デザイアジェムをこちらに渡してくれ。安全な場所に移送する。そう焦らないで、アインシュタイン博士。天命がここに気づいたのを見たでしょ。ゆっくりと反撃の策を練りましょう。悪いけど時間がないんだ。デザイアジェム以外のことに関わる余裕はない。渡さなかったら敵はさっきの奴らだけじゃなくなる。ますます天命の指名手配犯っぽくなってきたわね。私たちはデザイアジェムのために来たの。デザイアジェムをこちらに渡せば、天命も自然と矛先を私たちに向けるようになるわ。そしたらあなたたちも撤退する時間を確保できるでしょ。それでも応じないなら何か企んでいるとしか思えないわ。さすがの洞察力ね。降参だわ。ここの兵力だけで元 S 級バルキリーを相手にするなんて無理だもの。私の負けよ。デザイアジェムは開炎城の中よ。取ってくればいいわ。取れるものならね。どういう意味だ、アインシュタイン博士。この世の中何が起こるかは誰にも予測できないの。ちょっとしたアクシデントのせいでデザイアジェムが漁師の海へと落ちてしまったのよ。何を企んでいるんだ。だからただのアクシデントよ。企んでなんかないわ。取ってくればいいだけでしょ。あなたならできると信じているわ、アインシュタイン博士。漁師の海の危険さを分かっていないんだ、君は。分かってるわ。だから協力を要請したの。デザイアジェムを取り戻せるのはきっとあなただけだから。必要な機材は用意してあるわ。好きに使ってくれて構わない。ただあなたが調査している間、ハイペリオンが開炎城を守ってちょうだいね。そうするしかないのはわかるわよね。わかりましたね。プローニャたちを代わりに戦わせるよう。また騙しました。落ち着いて、プローニャ。感情に流されないように。部隊が安全に撤退できるようにしただけよ。デザイアジェムをそちらが入手しても
天命が私たちを攻撃しないなんて保証どこにもないでしょ。それにあなたたちは最初からデザイアジェムのことしか考えていない。まるで私たちのことはどうでもいいと言わんばかりに。言ったはずよ、これは互いに利益をもたらすための協力。天命こそが私たちの共通の敵なの。この遺跡は自由に出入りしていいわ。私がデザイアジェムを隠したと疑うなら思う存分調べてちょうだい。気持ちよく協力し合いましょう。はぁ、ちょっと寝るね。やられた。これじゃあここにしばらく滞在することになる。カカリアがこんなことをするなんて、僕がもっと慎重に考えていれば。申し訳ありません。すべてブローニャのせいです。これは投票の結果で、君のせいじゃないよ、ブローニャ。落ち込むよりも、この問題をどう処理するか考えよう。博士、カカリアが言っていた漁師の海って、一体どんなところなの？漁師の海は、この遺跡の最も深いところにある秘められた場所だ。そうだな。まずはこの遺跡について話そうか。早く出てきなさい。出ないと全部壊しちゃうわよ。早く出てきなさい。出ないと全部壊しちゃうわよ。太平洋の底にこんな遺跡が隠されていたなんて。ネゲントロピーはいつこの遺跡を発見したの？そんなに時間は経っていないよ。数年前のことだ。第二次崩壊の時、月からの隕石が太平洋に落ちてね。その隕石を探そうとして偶然ここを発見したんだ。この遺跡が存在する海域はネゲントロピーの勢力圏内で、しかも場所が海底だ。だから天命も遺跡に気づかなかったのさ。中のこの文字、これは全文明起源で使われていた世界共通語だ。元はムー大陸と呼ばれる大陸内で使われていた文字で、古典視界文書に記されている文字もこの文字なんだ。視界文書、確か視界沿岸で発見された古の写し本ですね。まさか全文明のものだとは思いませんでした。視界文書はムーンライトスローン理論の元になった文献なんだ。だからムーンライトスローンの理論も海炎上と同じで、ムー大陸を起源とする失われた技術なんじゃないかと僕たちは思っている。まだ確証はつかめていないけどね。ここでキアナたちを待とうかな。ハイド&シーク、ハイド&シーク。記録によるとムー大陸は全文明起源で最も繁栄した場所の一つなんだ。技術レベルは世界トップクラス。住人も世界総人口の6分の1を占めていたらしい。そんなに大きい国だったのに、その痕跡が少しも残っていないなんておかしいわね。そう、それは最悪な形で終焉を迎えたからなんだ。全文明起源の第九律者、岩の律者、彼女が疑似的な巨大ブラックホールを作り、この大陸の全てを飲み込んだんだ。重力が激しいプレート運動を引き起こし、破壊し尽くされた後にわずかに残っていた建造物もマリアナ海溝へと沈んでいった。広大な大陸がいとも簡単に消えてしまうだなんて、ブローニャには想像できません。何が起こったのか僕には推測しかできないけど、その結果が今僕たちの目の前にある。
律者は決して意のままに操れる存在じゃない。オットーのやろうとしていることはまるで子供の火遊びと同じようなものなんだ。ええ、おじい様の計画を止めるためにも必ずデザイアジェムを手に入れないといけないわね。ハイド&シーク、早く出てきなさい。出ないと全部壊しちゃうわよ。ブローニャ、びっくりした？個人とは全然違うでしょ。こんなに大きな海底庭園があるんだもの。だから天命がここを壊そうとするなんて許せないわ。開園城の損害状況を調べるようにお母様に頼まれたの。ブローニャ姉さん、手伝ってもらえないかな？早く出てきなさい。出ないと全部壊しちゃうわよ。ハイド&シーク、ヘイヤッハンハンヘイハンハンヘイヤッハンハンアテクションの契約を下ろしたらヤッハンとたちに返すのだよ。ヘイヤッヘイハンヘイ。守ってくれているの？セシリア、出てきなさい。出ないと全部壊しちゃうわよ。あ、まだ敵が。大丈夫よ、片付いたわ。テレサちゃん、ちっこいのに意外とやるわね。そういえば会った時から思っていたけど、テレサちゃんは普通の子供と違って特別な匂いがするよね。ちょっと、待ちなさい。何する気？くんくん。うわっ！これは、荒野の匂いだわ！うやぁ！失礼なガキね。学園長は、子供と打ち解けるのが上手ですね。つまんない。地点に到着。あたくしの番ね。あと少しで開園城の内部に入るわ。中のものはネゲントロピーの最高機密よ。規律上は秘匿しなきゃいけないものだけど、今さら隠す必要もないわね。お好きに調べてちょうだい。では幸運を祈るわ。の相手をさせないでよね。私が守るわ。これが開演場？驚いたわ、中と外で全然違うのね。とても同じ場所には思えない。あれ、なんだか頭がクラクラするわね。全文明起源の遺跡だということを考慮してもあまりに独特です。博士、漁師の海とは一体どういうところなのですか？宇宙にある全てのものは漁師によって構築されているんだけど、その漁師には不確定性があるんだ。漁師が観測されるとき、無数の異なる状態にある平行宇宙からある一つを特定し宇宙へと収束する。これが量子力学の中でも有名な多世界解釈なんだ。もう
少し分かりやすく説明できないかしら。いいよ、例を挙げよう。僕たちの宇宙をコップに入った一杯の水としよう。その周りには似ているけど違う一杯の水が無数にある。今コップの中の水があふれ、机の中心で水たまりになる。この水たまりはどのコップにも属さないけど、水たまりの水は全てのコップから来ているかもしれない。全文明起源の人たちは平行宇宙にこういった奇妙な次元が存在していることに気づいたんだ。彼らはこのコップの間の水たまりを量子の海と呼んでいた。こういう概念は SF 作品でしか出てこないと思っていたわ。確かに信じられません。ただ量子の海が存在している以上、理論上はそこを突き抜けることでもう一つの宇宙にたどり着けるということです。本当にそんなことがありえるのですか？理論は所詮理論だよ。量子の海の向こうに何があるかは誰も知らない。それに量子の海に入ること自体極めて困難なんだ。海炎城の資料によると、全文明の人たちは無数の実験を繰り返し、最後の最後でやっと量子の海へとつながる扉を作り出せたらしい。それがこの遺跡というわけですね。その通り。でモアナキノはあくまで先住民がつけた呼び名であって、事実上は都市でも要塞でもない。これは量子の海につながる巨大な転送ゲートなんだ。この転送ゲートの名前を開演の目という。今私たちがいる場所ね。ここへ来てからどうも調子が悪いと思っていたけど、それで納得したわ。ここが漁師の海への入り口だからなのね。長い年月の間、ここは漁師の海の侵食を受け続けた。その結果、人工的な建造物から今僕たちが目にしているような異形な空間へと変わったんだ。そして僕たちは1年ほど前に漁師の海を探索しようとある計画を実行した。結論だけを言うと、その実験は失敗した。今の人類の技術レベルでは漁師の海に手を出すのは危険すぎたんだ。その時僕とテスラは身をもって痛感したよ。それで探索計画は無期限休止になり、開炎城も二度と実験に使われなくなった。けどまさかまたここに来ることになるとは思わなかった。門の向こうまで急ごう。何としてでもデザイアジムを取り戻す。うん、ここでキアナたちを待とうかな。当たりだよ。ここから先漁師の海と同化しているみたいね。
漁師の海に入るにはここに飛び込めばいいのかしら。博士、漁師の海に入る人選についてですが。うん、考えたよ。ここには僕が入る。君たちにはここの入り口をしっかり守っていてもらいたい。転送ゲートが開くとき、開煙の目が巨大な波動エネルギーを発生させ付近の崩壊銃を引き寄せる。それを防いでほしい。一人で行くの？漁師の海に入る資格は誰もが持っているわけじゃないんだ。テレサさん、開煙場の内部に来てから体の調子がずっと悪いだろう。そうね、戦闘に支障が出るほどではないけれど。それが漁師の海に拒絶される人の症状だ。症状は人によって異なるけど、中には気絶する者もいるほどだ。この環境に適応できるのはごく一部だけだろう。無理して入ると二度と戻ってこれない。そうなの？見たところブローニャは平気みたいだね。けど実際に入ったらどうなるかはわからない。だから最も漁師の海を理解している僕が入る。本当に大丈夫なのですか？ああ、信じてくれ。フィールドワークもそろそろ終わりだ。今日はハイペリオンに戻ろう。これから忙しくなるぞ。テリテリ大勝利。続けて。構わないわ。出てきなさい。出ないと全部壊す。頑張っているね、テレサさん。博士、まだ起きてたの？普段通りさ。僕がいつも寝る時間はもう少し先だからね。まあ、僕のことは置いといて、テレサさんに用事があって来たんだ。システムが漁師の海の波動状態を調べている間に、テレサさんの依頼を完了させたよ。要望通り、血気死月光のシステム検査を行った。
その結果、バックドアプログラムは確認できなかったから安心してほしい。天命がそれを使って追跡することは不可能だ。そう、安心したわ。ただ、それとは別に意外な発見が一つあった。メインシステムにグレイプニールという項目を見つけたんだ。ん？それは何なのかしら？月光の走行機能を制限するシステムのようだね。どういうこと？テレサさんは帝王級崩壊獣ビシュヌの DNA を持っているおかげで、優れた力と自然治癒力を兼ね備えている。けど、この二つは崩壊獣ビシュヌの本質じゃないんだ。テレサさん、よく聞いてほしい。ビシュヌが帝王級に分類される理由は、消滅時に及ぼす影響が非常に危険なものだったからなんだ。消滅時？それって…ビシュヌは崩壊獣を飲み込んで成長する崩壊獣だ。血騎士月光はテレサさんの中にあるビシュヌ DNA を活性化し、意図的な操作を加えることで力を発揮する神殺し走行なのは知っているね。けどこのグレイプニールというシステムは活性化 DNA の放出速度を大幅に制限しているんだ。そしてその制限はフル状態のおおよそ 15%。 たった 15%？ それじゃ効果がほとんど制限されているじゃない。その通りだよ。活性化 DNA の放出には5段階あって、システムが1段目でロックしているようなんだ。制限というより今の月光はビシュヌを封印するための束縛走行と言っても過言ではないだろうね。制限システムを解除すると活性化 DNA の放出速度が本来の設計通りになる。時間が経過するにつれてゆっくり上昇し、さらに高い段階へと切り替わるんだ。3段目から危険、5段目は禁忌となっている。予想では5段目になると放出速度が 100% になるんだと僕は思う。 100% になるとどうなるのかしら。それは僕にもわからない。その制限システム解除はできる？いつでも可能だ。テレサさんが覚悟できたらの話だけど。